2年2組の牧レオナです。岐阜市鷺山からスクールバスで通っています。バスの中では読書や勉強をすることが多いです。最近は科学の本を読んだり将棋の本を読んだりしています。学校に到着すると生徒会のみんなが挨拶運動で迎えてくれます。付属中の伝統ある活動です。8時20分からは朝学習の時間、自習をしたり読書をしたりしています。こうして僕たちの一日が始まります。教科ごとにその教室を移動するっていうシステムで、それによってその僕たちもその切り替えができるというか、そのゾーンには先生が待ってて、すぐに授業が始められる。ちょっとでも動けるっていうのが好きです。チャイムが鳴らないので、常に時計を意識して、1分前行動で頑張って、急いで行動してます。私たちの学校では、教科センター方式を取り入れています。授業の時は、ホームベースを拠点に、それぞれの教科ゾーンに移動します。教科ゾーンには様々な展示がされていて、気持ちを切り替えて授業に臨むことができます。また、自分たちで時計を見て行動するために、あえてチャイムを鳴らさないのも特徴的です。数学の時間、2年2組、深谷真央です。付属中は、数学が得意な子が多いし、先生も教え方が上手なので、いい学習ができています。角B を2個押します。数学は昔からそろばんをやっていて、計算には少しだけ自信があったりするので好きです。たまにちょっと難しいのが入ってきたりするので、あれこれどうやって解くんだろうなって考えるのが面白いです。英語の時間。3年3組、田中姫音です。英語はネイティブの先生による英会話の授業が週に1回あります。本格的な英会話の勉強ができてとても嬉しいです。5月にイギリスに行ったことで、向こうの現地の方々といろんなお話ができて、ほっとしたことでも英語ってこんなに伝わるんだって思って、それがすごく嬉しくて、もっと頑張りたいなって思うようになって、さらに好きになりました。理科の時間。あとはやっぱり理科とか、理科は好きです。唾液の働きといいますかね。ちょっとピンポイントになっています。だから A' の方も全く同じもののはずやもんで、唾液、こっちが水。この日は唾液の働きについて勉強しました。実験の授業もたくさんあるので、面白く学べています。体育の時間。今日はバスケットボールの練習でした。体育館も新しく気持ちよく運動できています。また付属中には芝生のグラウンドがあります。とても走りやすいし怪我の心配もありません。体育祭はここでやるのですごく盛り上がります。給食の時間。学校の中で給食を作ってくれるので、出来たての料理を食べることができます。献立も工夫されていて、毎日飽きることはありませんし、食堂でみんなで食べるので
美味しくいただけます。一番人気はカレーとかですね、あとは焼きそばとかラーメンなんかも結構人気があります。衛生面もかなり気をつけてます。やっぱこの時期は結構湿度も気温も高く、厨房内もかなり温度が上昇してます。菌の増殖を防ぐために、常温放置をできるだけ避けて、時間ギリギリで仕上げるようにはしております。月に一度はお弁当の日があって楽しく食べられますよ。今日もごちそうさまでした。音楽の時間、先生がとても熱心に教えてくださるので、みんなが大好きな授業です。音楽はまず歌うことがすごく好きで、合唱するときにクラスのみんなとか学年で合唱するのがすごく気持ちよくて大好き。11月の音楽会を目標にして合唱練習を積み重ねています。3日目はオックスフォードというところに来ました。ここでは綺麗な街を、みんなで自由に回れたのでとても楽しかったです。たくさんのカフェやお土産ショップをみんなで歩いて回りました。3年生になると10日間のイギリス研修があります。ホームステイをしながら現地の学校に通い、授業にも参加します。今まで勉強した英語を使い、自分の気持ちが伝わるよう頑張りました。予想以上にすごく楽しかったです。でもホストファミリーも現地の学校の方々もすごく優しくて温かくて、本当のホストファミリーは本当の家族みたいな感じがしてすごく楽しかった。歴史ある街並みや小さな村にも観光に行くことができ、とても貴重な経験になりました。で6時間目の学活は、篠島研修関係のことをやる予定なので、はい、あーした。放課後の時間、僕はバドミントン部に入っています。いつもは4時から5時半まで、遅い日は7時くらいまで練習しています。勉強と部活を両立できているのですごく楽しいです。私はディベート部に入っています。昨年は全国大会に出場し、大きな舞台を踏むことができました。今年はより上を目指して日々練習を重ねています。私は珠算部に入っています。そろばんを弾いたりパソコンを使って問題を解いたりしています。最近では岐阜学生選手権大会で2位を取りました。月曜と金曜はオープンセミナーです。各教科ゾーンでセミナーが行われ、わからないことはすぐに先生に聞くことができます。なるべく学校で宿題を終わらせて、家では自分の時間を作るように心がけています。聖徳の魅力は、自分がこれを頑張りたいって勉強とかスポーツとか何でも頑張りたいと思ったことに対して、先生方がすごい協力をしてくれるところがすごくいいところだなって思います。一番は楽しいな、授業面白いし、体験できるものとかいろいろあるのですごく楽しいです。学年や学校全体が、人数が少ないんで、その分やっぱり先生とか友達とかとより親密になれるというか、そういうのが僕にとっての魅力ですね。